なあ、おい。なあ。おい。よ。え。はい。いえ。ねえ。
おい。なんだって？はい。え？いや。なんだ。
て。うん。なあ、また。いいや。おい、あれ見てみろ。ナノハだ。
よし、早速問い詰めようぜ。バカ、素直に裏引きを認めるわけねえだろ。問い詰めるのはこっちが証拠をつかんでからだ。ここは元刑事の言うことを聞いとこうぜ。はいはい。すみません、ただいま満席でして。いや、待ち合わせなもんでね。菜の葉の前に座ったな。あの男、裏引き相手なのか。二人の会話が聞ければ証言が取れるかもしれねえな。証言だってこっからじゃ何にも聞こえねえぞ。カズが、スマホ持ってるな。俺に電話かけろ。わかった。あの、すみません、ただいま満席でして。悪いが便所だけ貸してくれねえか。クソ漏れそうだよな。いいだろう。はい、どうぞ。すみません、わざわざ来ていただいて。大丈夫ですか？ずいぶんと疲れたお顔で。最近体の調子が。早速ですが、まずはお金の件を。今金って言ったぞ。あの男が裏引き相手で間違いに。待て、受け渡しの瞬間を押さえてからだ。なんとか200万。はあ、残り300万。もしも10日後に結婚します。でもやっぱり。まさかお父さんにと言ったのはあなたですよ。今さら。いえ、お願いします。でもそんなに。そうですね、やっぱりわかるでしょう。でも完璧に。はい、でも父も。え大丈夫ですね。え、はい。全てがお父さんもあなたもなれますから。父に会うことは。それはできません。その方がいい。父をお願いします。わかりました。さ、もう行きなさい。なんで女が金を払ったんだ。しかも200万って尋常な額じゃねえぞ。菜の葉さんは何か事件に巻き込まれてるんじゃ。事件ってどんな。詳しいことは本人に聞いてみるしかねえ。いっつらあ、悪い。おい、おっさん、謝って済んだら警察はいらねえよな。どうすんだよ、こいつ骨折れちゃってるぞ。んなわけねえだろ。すまねえが俺たちは急いでんだ。時間がねえなら金で解決するしかねえよな。治療費として10万ほどもらおうか。付き合ってらんねえよ。じゃあな。待てやこら。邪魔すんじゃねえよ。上がってこい。俺の番ね。おい、なめんなよ。なめんなよ。とっておき。俺の番だな。やんのか。とっておきだ。じゃあこれ。
忘れたね。してみろ。社会福祉法人、おそらく介護施設だろうな。随分と風情のある建物だけど、こいつは確か明治時代に建てられた旧財閥系の銀行の建物だ。何十年も前に広域財団が買収したと聞いてはいたがな。日だまりの城か。気品漂ういかにも高級そうな施設だな。確か彼女は親父さんの介護費用を稼ぐためにソープで働いてるって言ってたよな。うん。ってことは親父さんが入所してるのはここかもしれん。じゃあさっき社店で会ってた男はここの職員か。なんだとそりゃ何の事件もねえよ。彼女はただ親父の施設料を払っただけだ。どんなに高級な施設だからって200万も現金で支払うか。施設の中で渡すならまだわかるが、喫茶店だぞ。まあそう言われりゃそうだが。喫茶店の会話覚えてるか。彼女はあの男に親父に会わせてほしいと頼んだが、あいつはそれを拒んでた。こちらに菜の葉さんのお父さんが入居してますよね。菜の葉さん、ああ、向こうだ菜の葉さんのことですね。お父様はこちらにご入居ですが、何か。俺ら、その向こうだ菜の葉さんの職場のもんなんだけど、中に入れてくれねえかい。すみませんが、面会は親族のみとなっております。ああ、普通はそうだろうな。いや、面会ってわけじゃねえんだ。実は俺も自分の親父のことで介護施設を探しててよ。菜の葉さんからここが素晴らしいって聞いたんで見学したいなと思ってね。申し訳ございません。当施設では入居契約が完了するまでは内部に立ち入ることができません。え？内部の様子はホームページにてご確認いただけますので、そちらをご覧になってください。質問もホームページからお受けしていますので。見学さえできねえなんていくらなんでもおかしいだろう。腰が外れ。
よろしくお願いします。お、おい、何もらったんだ。さあ、風俗かなんかのチラシだろう。金のねえ俺たちには縁のねえ話さ。おいおい、これ先着1名様無料って書いてあるぜ。はあ、そんな都合のいいもんあるわけねえだろう。絶対何かしらの名目で金取られるに決まってる。そんなの呼んでみねえと分かんねえじゃねえか。ソープで生まれた俺が言ってんだ、間違いねえ。お前が無所行ってる間に業界だって変化してるかもしれねえだろうが、貸せって。な、おい、先着1名だぜ、善は急げだ。もしもし、あの先着1名無料っていうチラシを見たものなんだが。あ、はい、おめでとうございます。お客様が一番乗りですので、今回は無料とさせていただきます。よっしゃ、本当に金はかからねえんだな。はい、ではお客様、お名前と今どちらにいらっしゃるか教えていただけますか。おお、名前は足立だ。場所は大浜通りのあたりだけどよ。治安の悪い場所ですからね。かしこまりました。すぐに一人一番人気を向かわせますので。一番人気を？サービス精神旺盛だな。うちの良さを味わってほしいですから。それではすぐそこに向かわせますので。ええ、向かわせるってここに？ホテルとかじゃねえのか？待ち合わせ型ってやつか？どうだったんだい？いや、聞いて驚け。一番人気の子を無料で向かわせてくれるってよ。本当かよ？本当だ。最近の風俗はすげえんだぞ。すぐ来るってよ。お待たせしました。あ？いやー、ごわお、なんだお前。足立様ですか？そうだけどよ。お待たせしました、デリバリーヘルプのゲイリー・バスター・ホームズです。デリバリーヘルプ？その風俗じゃねえのか？なんなん、デリバリーヘルプは喧嘩のヘルプをするデリバリーサービスです。喧嘩のヘルプ？おい、てめえらさっきから騒がしいんだよ。むしゃくしゃするぜ、ぶん殴ってやる。あお、ちょうどいいところにお試しに、ちょうどいい手ごろなチーピラが来ましたね。なんだかわからねえが、行くぞ春日。なあ、誰やんのか。こいつに決めた。デリバリーよろしく。即死と副上司、この海はサービススタートめ。ウィキーネ、ヒダリーネ、フィニッシュネ、またのご利用お待ちしてます。なんだこいつ、強すぎる。さて、とどめです。即死と副上司、お好みは？ごめんなさい。コーラにて無料キャンペーンは終了です。次からはお金がかかりますが、またのご指名お待ちしてます。おう、それではグッバイ。一体何だったんだ。さあな。はあ。
俺の無料風俗が。デリバリーヘルプか。金はかかるが、いざという時に使うのもいいかもしれねえな。入居費用500万円、そんで毎月50万も払うってか。いくら総部長に転職したからって簡単に払える額じゃねえぞ。これで驚くのは早いぞ。見てみろこのエクセレントコースってやつを。入居費2000万、月額100万、なんだこれ。いわゆるビップルームってやつだろうな。まさかナノハはこのエクセレントコースに親父さんを。さすがにそれはないだろう。いや、ナノハならあり得る。ナノハはそういう子なんだよ。ナノハにとって親父さんは唯一の家族なんだ。大企業に就職したのも、そこを辞めてうちに来たのも、全ては男で一つで育ててくれた親父さんのためだ。親父さんが最後を過ごす場所として最高の場所を用意したかったんだろう。高い施設に入れたとは思っていたが、まさかここまでとは。ナノハのやつ、親父さんのこととなると本当無茶しやがる。店長、本当は裏引き云々より彼女のことが純粋に心配で俺らに調べさせたんだな。ああ、店で起きたトラブルは俺が守ってやれる。でも外で何かあっても俺は何もしてやれねえ。うちの店は訳ありの子ばっかりだ。あの子たちにいつ何が起きてもおかしくない。だから長く休むやつがいると落ち着かねえんだよ。あんた本当は従業員思いのいい店長じゃないか。口が悪いもんで誤解しちまったよ。菜の花、裏引き相手はもう探さなくていいよ。彼女が親父さんのために危険を冒してでも裏引きしなきゃいけねえなら邪魔する権利はない。俺は目をつむるしかねえ。おそらく彼女は裏引きしちゃいねえっすよ。え、今日見た彼女は髪の毛もボサボサでひどくやつれてました。店長に電話してきた通り彼女は体調を崩してるのは間違いないよ。見た感じだと辛労で参ってるって感じだったな。辛労？理由はおそらく。親父さんの保証人は間違いなくナノハだ。そのナノハが親父さんに会わせてもらえないなんてどう考えたっておかしい。今日だって施設の人間に200万も払ってたんだろう。今日の200万は入居費用の一部だろうな。おそらく彼女が全額を支払い終えるまで施設は親父さんに会わせないつもりなんじゃねえのかな。本当ならひでえ話だ。ありえねえ話じゃねえな。今や5人に1人以上が高齢者って時代だ。そこを狙う悪質なビジネスも横行してる。一見クリーンそうに見えるこんな施設だってどんな裏があるか分かったもんじゃねえ。きっとこうじゃねえか。入居費用は分割支払いでいいと言ってまずは親父さんを施設に入れさせ、ところが蓋を開けてみると全額支払い終えなければ面会すらさせてもらえない。なんでそんなことを。そうすりゃ無理してでも早く払い終えようとするだろう。結果施設としては迅速かつ確実に金を手に入れられるからな。まさかそんな。いや、悪どい奴らはそのまさかを平気でやる連中だ。じゃあナノハはそれが原因で心労がたたって体を壊した。このままだと彼女の収入が減る一方だ。そしてこれからますます支払いが遅れるだろう。じゃあ
あの子が親父さんに会えるのはいつになるんだ。ずっと先だな。下手するともっとひどいことに。もっとひどいこと？どんな契約をあの施設としたのかわからねえが、最悪は支払いができない時点で親父さんも追い出されて金も返金されないとか。なんてこった。体壊すような思いしてまで頑張ったのにな。彼女、パンフレットが立派なら中が劣悪な環境だとしても誰にも気づかれない。施設としてはケアの手間と金が省けるしな。結局のとこ、入居時費用を早く支払おうが遅れようが施設にはメリットしかねえってわけか。その読みが当たってるや。とんでもねえ悪徳施設だな。頼む、この施設から菜の葉の親父さんを救い出してやってくれ。店長さん、俺たちだってそれができるもんならすぐにでも連れ出してやりたいさ。だけど娘さんだって入れちゃくれねえ施設さ。おまけにセキュリティも厳しくて、とてもじゃねえが中には。いや、あん中に入る方法は一つだけあるぜ。え？店長、この店副業って OK？ え？少しの間俺たちは日だまりの城の中で働いてきますわ。バイトで潜入するってわけか。そんなに簡単に雇ってくれるか。ハローワークの神戸所長に頼み込んでみようぜ。あの人なら力になってくれるはずだ。よし、神戸には俺から電話して事情を伝えておく。どうにか菜の花の親父さんを救い出して彼女を店に復帰させてくれ。